どうも皆さんこんにちは、キュウキュウです。そしてどうも皆さんこんにちは、コウコウです。何それ。今回なんですけど、はい、グラチャレもかそってる説を、おいきなりだ、やっていきたいと思います。で、やっていく前にですね、皆さん、ショップの、左下からですね、クリエイターブースト、今やらさせていただいてて、こちらキヨキヨってね、打っていただきます。お世話でございます。一週間で、ね、切れちゃうということで、前にやってくださった方も、気になったタイミングでやっていただければ嬉しいです。で、はい、高チャンネル、なんかすごくね、待って。で、うん、でって言うと、なんかギターが反応する。マジだ。ギターか。ギター。びっくりした、今。で、うお、結構鳴る。今回なんですけど、はい、グラチャで僕ね、実は12勝したことないんですよ。え、いや、マジで。これあるじゃん、これあるじゃん、こういうのあるじゃん。これ12勝してるフックだ。笑うやん、めっちゃ笑うやん。3年やっててこんな少ないとかある。何でしょう。1年間別に。やば、12勝したことないんですよね。久しぶりに見たわ。12勝したことない。まあそれ一旦置いといて、はい、めっちゃバカにするやん。違う。っていうことなんですけど、今回ね、グラチャもかそってんじゃないかな、もう余裕というんじゃないかなということで、あら、はい、ちょっとね、高チャンネルにも今グラチャ入ってもらってます。はい、これグランチャレンジ、せーので押したらもうすぐ2人でもマッチングしちゃうんじゃないっていう検証。おお、前クラシックチャレンジでやった時、はい、100人一斉にポンって押す動画をね撮ったんだけど、その時はもう80人ぐらいが一斉にマッチングするみたいな。二人でもマッチングしちゃうし、なんなら、マッチングしなくても2戦目に行ったら、勝利数が違くてもマッチングしちゃうんじゃないかっていう検証動画、これは。あ、確かに、そうだね。それでは、まず第一戦。これガチバトル。まず当たった時のことを考えてガチバトルで行こうぜ。オッケー、じゃあもうデッキも考えていいんだよ。デッキも考えて。オッケーオッケー、もちろんもちろん。じゃあ私はね、これで行こうかなと思います。ちょっと新しいような感じなんですけど。じゃあ僕はこれで行きます。行きます。はい。じゃあせーの行くよ。行くよ。じゃあ、タイミングは、せーの、ポンね。行くよ。行くよ、行くよ。行きます。はい。本番。せーの、ポン。さあ、まだマッチングしてない。あえ、遅っ。今マッチングした。ちょっと説全然剣立証ならないですけど。全然違うやん。全然立損立証しない。嘘でしょ。嘘。ここまで違う。いやでもね、今修造さんね、今ね、あ、もう急遽の動画見んのやめようと思ったでしょ。で、なんなら、あ、ちょっとクラシックチャレンジ100人チャレンジ見てなかったから、ちょっと一回見ておくか。それか今動画の関連動画にあったヒカルさんかヒカキンさんぐらいの動画多分見てるんですよ今。あら、あ、もう急遽もうあれ、あ、もうこれ説立証じゃないわ。予想しちゃう。ただ甘い。こっからだからね、問題は。そう、こっから僕は勝ちます、まず。まず、ヒーロー使ってきてる。で、第2戦に、僕はね、検証したいのが、もう勝利数とか、違くても、もうね、マッチングしちゃうんじゃないのっていう。なるほどね。もうかそっちゃってるから。だってもう、かそってます。かそってますから。やばい。うわ、マジで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 。ちょっと待って、強すぎんか。ヒーラーマジで強い。ヒーラーマジで強い。え、ちょっと待って、本当に、腹立たしい。腹立たしい強さがある。あ、でもまあここカウンターで、まあちょっとさすがに持ってかせていただきますけどね。さすがに私もね、勝ったわ。あ、こちゃんさん勝つの早い。ちょっと待って、見ていい、デッキ。いや、いいよ、全然いい。うん、ちょっと新しめのデッキなんだけど、キヨスパシン。シンキヨスパ。いや、別に普通のキヨスパ。はい。あ、今バカにしたの、今。バカにしてない、バカにしてない。うわ、こうちゃんの先に負けてんやん。いやいや、うるさい。嘘でしょ。違う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 。嘘でしょ。違う、嘘とか言わないでよ、そんな。あ、まあまあまあ。そんなさ、いや、大丈夫、そんな、嘘。いや、ここからカウンターだよね。あえて、ああ、美味しい。まあまあまあ、これ美味しい、美味しい。黙って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 。消費もね、2って言う。黙ってないよ、全部。あなた。よろしく。ここからだよね。こっからだよ、ここ。だって、ここ多分、なんでも多分絶対無料スパーキーだもん、これ。ちょっとわかんないけど。いや、だからもうアド取りすぎてて。なるほどね。うん、これ無料スパーキーって言うんですよ。でもヒーラーがね、えぐいからね。はいはいはい。いやいや、これ入るよ。はいはいはい。ズッコンバッコン、ズッコンバッコン。それよくない。それ今、反応できなくなったよ、俺今。待って、これつらい、これつらい。おい、これつらいわ。マジで。マジでこれ結構つらいぞ。エリゴルマジ OP すぎる。お、お、お、お。いや、ワンチャル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 。ここで、鬼のカウンターでしょ。いけいけいけ。いけいけ。で、これ、ボンバー対策でちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。あ。いや、いいんじゃない？いや、ある、ある。オッケー！うわ、落とした。来た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 。さっきの積もっとりやん。やばい、でもね、ここで絶対カウンター来るんで。
100億パーあのエリゴレ角出しとか来るんだ。あ、来るね。さあもう分かります。ああ。しかしこれスパーキーでワンチャンまとめれる説が。お？さあそのストロネード忘れない。ガチモードになってる。びっくりした俺。さあ、お？いやー、消費漏れ、消費漏れ6、6溜まってるもん。おー、うまい。え？あんのか？あんのか？いや、あるぞ。え？あ、待って、これ謎、これ謎。いやー、あー、今世紀最大の謎。いやーって言わないでよ。まだある、まだある、まだある。スパーキー一発でヒーラー耐えるの。やば。あ、おっと。あんじゃないこれは。これは行ったんじゃないか。あ、あ、あ、え、あ、え、あ、あ、おい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 。ああ、ざけんなよ。マジとか言わないでよ。じゃあね、俺、予想する予想する。この人、絶対展開プレイヤー。おお。この人も。なんだ、かそりすぎて展開プレイヤーと最初に回っちゃうね。5400 5400すごいからね。確かに、はい、ぶっちゃけ言うと、まあまあまあ、これがね本題じゃないんで。確かにこっからだから。こっから本題。もう勝敗は関係ない。かそりすぎて、あ、一勝、今一勝です。かそりすぎて一勝でも0敗でもマッチングしちゃうんじゃないかってことよ、マジで。私ともうこうチャンネル当たった時対策するから僕は。あ、もうデッキも、あ、デッキを全然それこうチャンネルと当たる前提で喋ってるから僕今。じゃよろしいでしょうか。 OK です。テンポ感最終確認。せーの、ボンね。Okay. いきますよ、いきますよ、いきますよ。はい。本番、せーの、ボン。さあ、いった。きょ。さあ、どうだ、待って。全然じゃん。全然や。嘘でしょ。そんなことある。ほんまもんの全然じゃん。この動画。ほんとに全くや。この動画、今俺どうしようかって思ってる。本音出てる。この動画。本音出てるよ。よくない、よくない。だって。え、なんで本音ダメなんすか。いやいやいや、俺は嘘で塗り固められてるんですか、僕の人生は。違う、違う。そんな本音出てる、本音ツッコミよ、ツッコミよ。分かってないな、あなた。分かってない、分かってない、分かってない、分かってない。なんか違くね。え、ちょっと違くね。本当に、うん、いや、それ逆にヌーブなんじゃないですか。そういうことよ。逆に良さは違う。逆に俺が違うパターン。いや、それは間違いない。それ説あるわ、もしかしたら。残念ながらね。よし。あ、違う。全然、こうチャンネルと戦ってるわけじゃねえんだよ。そうだよ。俺、何も知らないよ、俺。俺、うん、何も反応できないって、俺。俺は、こうちょっと今、ドヤ顔したんだけど、はい、守ってますけど、みたいな感じで出そうとしたけど、こうチャンネルじゃねえ。そう。俺の試合届けられてないから、俺、リアクションできないのよ。なんでじゃあ、いんの、ここに。それはない。それはない。いやいやいや、違う。それは嘘よ。それは、嘘ね。ツッコミやん。うざ。いやいや、もうあなたがね、おしゃら、今のは俺がオーセラルル、うん、オーセラルル高チャンネルでございました。今のはもう論破されました、もうしょうがない。それはもう、いや、論破っていうのはやめようよ。なんやねん、じゃあ。なんやねん。やっぱね。分かってないや。分かってない。分かってない。バズン、お、なんでさっき俺負けたの。結構いい調子だよ今。知らんて。いや、ほんとほんと俺も試合やってるから。どうすか試合は。え、今のとこいい感じですね。いいか、出た、いい感じ。何いい。じゃあ逆に、あ、これ勝った。俺はクスリクスリクリット。え、はい、俺の勝ち。いいんじゃない。俺一勝でしょ。こうちゃんの今、まあ一勝か、まあ2勝でしょ。うん、じゃあこうちゃんの観戦しよう。もちろん。レイソボ横丼ね。ででで。んさあ、甘いものさん、おーおー、30使ってるね。やっぱねー、面白いデッキ使ってくね。そう、もう新時代を取り入れていかないといけない。確かに、常にヒーラー三重士ね、常に冒険をねする。おー、クリエイターっすね、やっぱり。でしょう、分かってるね。今日初のやっぱ分かってるでよ。はい、あとクロス、これはどうなんですか、相性は。これは分かんないっす。もう相性分からん。なんか前さ、ステージゼロの解説でさあったわ、言われてたよね。ぶっちゃけの話すると、俺全く相性分かってなかったのよ。でもなんか言わないといけないなと思って、確かに言ったのが真反対だった。いやいや、まあそれあるあるですよ、それは。俺もね、ちょっとあれ反省してるよね、ちょっと。あれ、それってさ、ちょうどクロスと三重士じゃなかったっけ。 2.6億と三重士。あー、そこ、うわ、よく覚えてるんですよ。確かに。やっぱね、視聴者さんね、みんなね、傷つくんですよ。で、反省する、めっちゃ反省するんですよ。そう。で、ね、もうそれがね、覚えちゃうんだよね。そう、もう今もう完璧に言えますから、もう。
おお、はい、さ、待って、長引いてごめん。ただでさえ、早い、長引いてた。もうこの動画、ボツだよ。早送りしといて、ちょっと。ボツじゃないけど、いや、早くりはしない。え、しないの？やっぱこれが貴重なんだよ。なるほどね。これがザリアルだし、やっぱそれは偽りじゃん。お、おー、いった右。よし。両方。おー、入った。よし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 。やっぱね、やっぱ、俺 YouTuber 一番大事だなと思ったのは、やっぱりね、うん、偽りは良くないんだよね。なるほどね。うん。確かに。だからもう自分の思ったこと言うし、っていうのは大事だと思う。なんか。間違いないね、それは。じゃあちょっと、ここで最終戦。はい、で、一回ます。だって、二勝でしょ？はい。これ一勝だから。お、もうここも、もう節検証ですよ。まあ、かぞってます。かぞってます。あ、かぞってんのも確かに、ね。かぞってるんで、もう当たります。はい、当たります。いきますよ。はい。本番いきます。はい。せーの、ポン！さあどうだ？パン。おお。さあさあさあ始まりました皆さん。こっからが本番です。まあコウチャンネルさんは今一勝し、私は負けました。なんで一勝三勝でしょ。一勝三勝でしょ。本当に十二勝したことないんだね。うるせえよ。ここで決着します。そうだね。で噂によると6勝までは同じ区域にいるというか、はい、4勝の人と6勝の人が当たるみたいなことあるんだらしいんで、うん、これちょっと可能性あります。いきますか。もうここで決めます。はい、せーの、ポン。頼む。ポン。